Hey!
感じる。きっとこいつがこのダンジョンの主、みんなを閉じ込めた元凶ってわけね。何が来ようとこのヨハネが成敗するわ。倒れて。だはっ、食らいなさい。ダークネス。
これってあなたたちって、そうだった、それじゃあこのダンジョン、そっか、そうなんだ。だったらさ、ヨハネさん大丈夫ずら、ぼーっとしてたみたい。あ、うん、そうだ、みんな手伝ってほしいの。お手伝い？いいけど、どうする？歌うの。歌う。わかったのよ、モンスターたちの。あの光の玉に触れてわかったんだ、このダンジョンは海深くに沈んだ過去の残滓、大昔に海の底に沈んでいった者たちの強い願い、忘れないで、知ってほしい。もしかして古代沼津のアーティファクトかな。そこまではわかんないけど、そういう思いが凝り固まって暴走して沼津、それがこのダンジョンだったみたい。そっか、だからちょっと懐かしい気がしたんだ。初めて見る場所なのにそんな気がしない。ここではない、どこかで。そうね、忘れちゃいけない。不思議とそんな気持ちにさせられる風景では。私たち沼津の人々の心の原風景を投影した場所。忘れないで、知ってほしい。もしかして私たちを閉じ込めたのは、だからってダンジョン作って閉じ込めちゃうのは。私はちょっぴりわかるかも。私を見てって、ここにいるのに。ヨハネちゃんも暴走したずら。でも大丈夫、ヨハネちゃんにはマルたちが。うっさいわね。わかってるわよ、私にみんなが私を見て知ってくれたから、私は今それなりに楽しくやってる。このダンジョンも町の人に知ってもらいたかった。思い出した、海の底に沈んだ過去からのメッセージか。どんなものにも作った人の思いが込められているんだよ。そんな思いをし、うん、だから歌うの、私たちに。後に続く人に思いを伝えて未来に残していく。歌ならそれができると思う。ダンジョンを形作る思いの力を歌に変えて、過去から今へ消えない思いを繋いでいく。